こんにちは。今日は、外はしとしとと雨が降っております。こんな日はこういうことことと2時間ほどかけて、煮詰めていく野菜スープなんか作るのには絶好の日和かなと思って今日は作ろうと思っております。以前動画にも上げさせていただいたんですが、あれから4日か5日に1度ぐらいの割合でお届けさせていただいておるのですが、少しずつ病気の方も元気になってきてくれて嬉しく思っております。今日使うお野菜ですが、家で採れた新玉ねぎ、そして冬場から残っておりましたお鍋とかに使う1本長ネギです。これ3本4本ぐらい今日は使います。そして大根、人参、これも全て家です。このじゃがいもも家にあるものです。キャベツ、レンコン、ごぼう、かぼちゃ、土生姜はお店で買いました。全部で10種類ほどのお野菜を入れてことことと、調味料は全く入れません。ことことと本当に野菜のみで出る味を食べてもらっております。それではじっくりと、慌てずにゆっくりと煮込んでいきたいと思います。では頑張ります。10種類の、材料がすべて、下ごしらえが終わりました。これから煮ていきたいと思います。ごぼう、れんこんは酢水につけて、下茹でもしてあります。それではじっくりと煮ていきたいと思います。2種類の食材を残しております。これはもう少し時間が経ってから入れたいと思います。8種類の食材を入れたお鍋です。もう溢れるぐらい満タン入っておるのですが、これが2時間経ちますとかなり減りますので、そこまで煮詰めていきたいと思います。ある程度減ったところで先ほどのじゃがいもとかぼちゃを入れてさらに煮ていく予定です。40分ぐらい経ちましたでしょうかね。最初に入れた材料がだいぶ煮詰まって、かさが減りましたので、今ここに、かぼちゃとじゃがいもを入れてみました。これでまたあと1時間余りですね、ことことと煮詰めたいと思います。出来上がりました。2時間ことことことと炊いて、火を止めておいて蓋を開けた、野菜スープ煮です。これで一品できました。あとまた1つか2つ何か作ってあげようかなと思っております。畑に行ったらこんなちっちゃな人参が植わってました。これももったいないので引いて持って帰ってきましたが、さてこれを使って何をしようかな、冷蔵庫の中を覗いて考えてみたいと思います。かわいいですね。あのちっちゃくてかわいらしい人参をこうやって細かく切りまして茹でております。そしてこれはほうれん草です。ほうれん草も、我が家の畑にちっちゃくまだ育ちきれないのがありましたので、これも取ってきて茹でております。これが畑から取ってきたほうれん草、そしてこれはちっちゃいちっちゃいかわいい人参、そして冷蔵庫を見たらこれも、有機のこんにゃくがありました。これを全部今茹で終わって切ったところです。私の大切な人は、調味料があまり使えないので、これを茹でて私は何をするかと言いますと、これも買っておりました、有機の
すりごまですね。これで、ごま和えをしてあげたいと思います。あまりいろんな調味料を使わないので、これで美味しく食べれたらいいかなと思って、今急に思いちっちゃな人参を見て思い立ちました。さてこれでどうなりますことやら。まだ今茹でたばかりなので、これで粗熱を取ってからごま和えをしたいと思います。これは今スーパーに、出回っております新わかめです。生のわかめですね。これを、また茹でて、これもまた他の一品にしてみたいと今考えております。これをこれから茹でてみます。生わかめは、最初は黒っぽいのですが、こういう風に沸騰したお湯に入れるとすごくこういう風に、きれいな緑色に変わってくるんですよね。これがまた何とも言えない、美味しそうな味に見えてくるんですよね。こういう風に、旬のものを使って何か料理をするっていうのを考えるっていうのはとても楽しいですね。すごく綺麗な色にだんだんなってきました。これをまた綺麗、全部綺麗な色になったらザルにあげたいと思います。あんなに黒かった生わかめが、お湯に通すだけでこんなに綺麗な緑色になりました。このグリーンは何とも言えない綺麗なグリーンになりますよね。さてこれがどんな一品になりますことやら。頑張ってみます。これは我が家で採れた新玉ねぎです。これを薄くスライスしてみたいと思います。はい、新玉ねぎを薄くスライスしました。以前テレビか YouTube かでは忘れたのですが、スライスした玉ねぎをこういう風にザルに、並べて何回か、これをひっくり返したりして、2、30分置いとくと辛みが消えて甘み成分が出てすごく美味しい玉ねぎサラダになると聞きましたので、いっぺんやってみました。ところ美味しかったので今日もしてみました。これの辛み成分が取れたところにわかめを混ぜて、サラダにしたいと思います。そしてもう一品、これは我が家のブロッコリーなのですが、もうブロッコリーももう最終を迎えてまして、こういう細い細い、脇芽が出てるのですが、でも、茹でるとまだまだ食べられますので、これを茹でて一品考えてみたいと思います。はい、茹で上がったブロッコリーを、卵を割りまして、卵焼きにしてあげたいと思います。そして使う卵は、平飼いの卵がいいそうなので、平飼いの卵を買ってきております。これで、卵焼きをしてあげたいと思いますが、何分にも、何の味付けもしませんので、果たして私の腕で美味しくなりますかどうか、まあ愛情だけは込めて作りたいと思います。ブロッコリーをみじん切りにして卵の中に入れた卵焼きです。私はフライパンで焼いております。はい、これで出来上がりました、野菜スープです。そしてこれが、ほうれん草、人参、こんにゃくのごま和えです。そしてわかめと新玉ねぎのサラダです。そしてこれが、ブロッコリーの入れた、卵焼きです。こんだけの品ができました。喜んで食べてくれたら嬉しいなと思います。美味しそうですかね。本日も、
ご視聴いただきありがとうございます。私もその私にとって大切な人の応援のため一生懸命作っております。日々、元気を取り戻しつつあるのですが、まだまだ元の体にまでは至っておりません。元の体になるまで応援を続けようと思っております。また頑張りますのでよろしくお願いいたします。そしてグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。本日もありがとうございました。失礼いたします。